はい、できました。今日のあっちゃんちの晩ご飯、カラスガレイの煮付けとたらたまピリ辛たらたまサラダと、きんぴらごぼう、味噌汁はおふとう揚げさんで、これがねキャベツと塩昆布の漬物、玄米でいただきます。レダーとはローソンで買ってきた桜こしあんです。では食べましょう。いただきます。今日お風呂入ってね、パジャマに着替える。はい、4時頃お風呂入ってさ、すっきりよ、すっきり。ではいただきます。これも美味しいよ、このシュケモン。シュケモン、キャベツと塩昆布じゃない、つけよう、つけよう。あ、おいしい。甘さ控えめで美味しいよ。油持ってんな。カラスガレー結構好きでね、あっちゃんね。ほろほろでもうちょっと甘みつけて買ってんけど、子供が甘み嫌がるから甘みを控えめにしな。で、食べたかったからブロッコリーもね入れてみて。おいしいおいしい。生姜がちょっとピリ辛やね、たらこ美味しい。横浜中華街いっちゃんでかいらしい。え、中華街でいっちゃんでかい。そりゃそうやな、行きたいな、横浜中華街。何個なるらしいで、うん、何が景色が、うん、なるかもわからない。神戸中華街もな、よう似た感じやで、うん、狭いけど、うん、パンでばっかり、おすすめパンダしかないって言うとる。高っ。パンダ着ぐるみですよ。うん。うん、あなたまだ美味しい。4万8000コーダン。あんまそういった顔で撮るかもしれない。うん。いや、ダイヤンだよ。細かい骨が、うん、ゴミ箱がない。中国でミシンゴミをかすからいらんじゃん。他の店の人にも、してる人にも。
ちょっと当たり前やな。うん。うん。匂いとするもんな。してないけどな。してるよ。お祭りやったらないよ。お祭りないの？ないや。お祭りめっちゃ困るであれ。うん、ないな。あ、どこの、大阪の、あれ？今宮恵比寿とかやったら、いっぱいゴミ箱で、どこの店の捨ても怒らへん。こうしてといてね、みたいな。YouTube は伸びへん理由は、ピンボケしてんのかな、マイクが入ってないみたいな、風、あっちゃねみたいな、時々ピンボケしてるし、マイク風で豪華かけて何とかがない伸びへん理由か、頑張ろう、気付けよ、気付けよ、まあ、テレビはプロやからな、音声がちゃんとあるやん、イヤホンつけて聞いてさ、いい状態で撮るやん、入ってねえよ、来んじゃん。 YouTuber でもね、マイク入ってんな、首やろ。何これ、マッチ。これですか。肩痛い、背中痛い。もういいな。高っ。寝ないでくれ。ああ辛い。きんぴらごぼうめっちゃ辛い。ウニまずい、確かに回転寿司のウニ、なんか期間限定でうまい時だけ仕入れるみたいな、で社長がやった、今のウニ美味しいの、スシロー、うん、行こうか、ちょっとな、美味しいウニ食べたい、あ、これ行こうか、東尋坊福井の、あ、これも焼きウニか、どこが美味しいやろな、でも高い、スーパーも美味しいふうに売ってんだよ、1000円、こんだけのパレットで1,400円だ、さサーモンが減ってる理由は、ノルウェーで滞ってるらしい、戦争で、ちょちゃん、あ、これ何、大変、日本にはサーモン入ってきゃいの、なんかチーズ炙りがないらしい、ああ新鮮なのがないの、チーズ炙りを配信してる、美味しい、カラスカレーね、これよ昔煮付けでおかん出してくれ、おかんってお母ちゃん出してくれたけど、おかん言うのもな、お母ちゃんよく作ってくれてね、カラスカレーか、あのあれ鉛節が良かったんやけど、うちは奈良はね、みなし県やから、なかなか魚がスペシャル、麺側のとこすごく脂って美味しい、この時期大変なとこ骨が強い、ディズニーしかないイメージじゃないけどな、
チンつけて自分が食べたりしてるらしい。そうなの？でもパクチー途中で好きになった人は。姉ちゃんパクチー大好きやん。でもじゃね。でも大人になってパクチー食べたら一緒はんの？でもパクチー好きになるのかないの？パクチー変わるやん。変わるの？アサリの串焼き安っ1分48円安すぎだね。うん、食べ。うん、美味しいわ。じゃあ今日の煮付けは、うん、これ誰骨離れ、いいよ。でも骨離れは良かったよ。めんどくさいってやる。味は？まあまあ。まあまあ。和食好きやろ？和食嫌い。何で？和食普通。和食喜んで食べるくせに。和食普通。洋食は好き？洋食はなんかいろいろこうやって。何が好きだ？中華。中華なんか出してへん。トルコ料理なんか出したことないよ。ケバブうまかったら。ケバブうまかったってケバブ出してんわ。肉の分買ってきてな。なんで肉自分のところでローストして削って食べたん、うん、懐かしいな。なんでやねん。もっと薄く切ったらあかんねん。バツ切った中に熱入ってんかあかんねん。なんでね、ケバブ食べたなっていいやん。日本橋行こうか。あのトルコアイスの店のおっさんとこ。お姉さん知ってる、見たことあるよ。嘘言った、嘘やもん。沖縄で見たい。沖縄で見てない。沖縄のサーキットって。沖縄にサーキットない？沖縄の国際サーキット岡山やろ。岡山で買ってくれた。こうだと思ってた。みんな覚えてんの？びっくりした。覚えとってる。沖縄じゃなかったけど、前行ったやん、くつこだね。あの時におった同じ人やってるな。びっくりした。覚えとった。動画的に美味しいからな。行こうか。またこれ美味しい。塩昆布味のキャベツ。いらねえじゃん。焼き焼きキャベツだから美味しいじゃん。ちょっと食べてみ。いいよな、揚げパン。いいな。給食に戻りたいよ。いや、揚げパン出へんね。出へんね。揚げパン廃止になってる。そうなの？コストかかるから。機械壊れたんじゃない？知らんけど。いや、手間かかるよ。全員の分あげながら。そうパン屋で焼いてしまえよ。小学校までとってんね。揚げパン食べたい。揚げパン時々あれやるやん。屋台に出るやん。うん、欲しいの食べたい。ランドワン。ランドワンどこ？一体。うまい。はい。ということで、今日のあっちゃん家の晩ご飯、タラスガレの煮付け、美味しかったです。ごちそうさまでした。今日はね、これ、ね、買ってきてタラスガレがね、売ってたから買っちゃったけど、まあね、カレーの、ただの小餅カレーの煮付けにしようかなと思ってんけど、小餅カレーはね、2切れ、3切れ入りがなかったよ。ということは、2切れやから4切れ買ったら1切れ余るし、もうええかと思って、ね、タラスガレにしたけどね。一切れ売れなかった。
もカレーはね、油乗ってトロトロで、あの骨離れいいし、美味しいし食べやすい。美味しかったです。ただ骨がね細かいから、どんどん面倒くさいところあるけどね。でもカラスカレー久々に食べて美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで今日のあっちゃんちの晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。今日のあっちゃんちの晩ご飯よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。